んにちは。今回は息子の洋服をご紹介させていただこうと思います。男の子というのもあるんですが、私はあまりキャラクターものを着させたくないので、結構シンプルな洋服を着させることが多いです。で、今回なんですけれども、こちらキャリーオンというお店で1万円分の洋服を買ってみました。で、こちらのお店は新品もあるんですけれども、古着もありまして、1万円で10着購入をすることができたので、こちらの商品のご紹介をさせていただきつつ、息子のコーディネートもご覧いただければと思うので、よろしければ最後までご覧ください。はい、ということで開けていきます。古着も綺麗に梱包されていて、全然なんか汚れてる感覚とかもないですね。手袋、そう、手袋つける？つけてみようか。リリ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 つける？つけた？公園。どう？お出かけする人しないの？遊びに行こうよ。滑り台に滑る人。はい、はい、じゃあ行こっか。行く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 。私は毎日息子にコーディネートをしています。今回初めてキャリーオンを使ってみたんですけれども、絞り込み機能がすごく充実していますし、あと、ユーズドのものも5段階評価で分かれています。そのうちのこう真ん中の部分が、まあ、正直どうかなって思っていたんですけれども、とっても綺麗なものが多かったので、もう私は3ぐらいまでだったらもう全然正直公園遊びじゃなくても、お外にこうお出かけで着ていけるものがたくさんありました。あとその5段階評価以外にもきちんとちょっとこうどこどこにシミがありますだったりとか、あとちょっとこうもう着古した感じが目立ちますとか、毛羽立ちがありますなど、きちんと細かく明記してくれてるのも、それも、こう検索する上で良かったかなと思っています。ユーズドのものでネット通販はどんなものが届くかわからないので、抵抗がありました。
なんですけれども、今回思ったよりも本当に綺麗なものが届きましたし、パンツなんて結構今だとお砂場でぺちゃんって座ったりとか滑り台とかブランコとか乗ってもうすぐにきっと擦り切れちゃうだろうなって思うので、1着400円とかで手に入るのであれば、もう私はこれからも多分ちょっとキャリーオンを使わせていただこうかなと思っています。はい、今回の動画はこれで以上となります。少しでも面白かったと思っていただいた方はチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。